はい、こんにちは、セナスケです。今回はですね、これからエアブラシを始めたいっていう人のね、参考になればと思って、私がエアブラシ塗装するときに使っている道具たちを紹介したいと思います。セナスケは一体どんなアイテムを使っているのかね、これがね、参考になればとても嬉しいなと思います。それでは、ボッと紹介していきますね。これは私が使っている塗装ブースでございます。モトロクさんという方がね、作られているモトブースというね、塗装ブースでございます。もうこの塗装ブース優秀すぎて私はもう離れられません。そんな塗装ブースでございます。あのね、ここでね、オンオフとか、空気の吸い込みの強さを調整できます。このスイッチでね、パチパチっとあっという間にできるんですよ。そしてね、掃除も楽ちんで、でここにね、温度とか湿度のね、メーターもついてます。でこのね、中がね、ちょっとわさわさっていうね、なってるでしょ、ちょっと藁みたいなね、なんかそんな素材使われてるみたいなんですけど、これのおかげでね、塗った時に塗料がこう跳ね返ってこない、飛び散らないっていうのでね、とてもね、ありがたい仕様になってるんですよ。ちょっと私がもうだいぶ使い古してるんで汚れちゃってるんですけど、あの見た目もね、おしゃれで女性にもおすすめできるようなね、可愛らしい見た目の塗装ブーツなんですよ。はい、これが私が使っているハンドピースでございます。だいぶね、汚れてしまっています。もともとはね、これ充電式エアブラシのハンドピースなんですけど、ハンドピースがとってもね、使いやすかったので、充電式のね、あのコンプレッサーから取り外して、こっちのちゃんと線につないで使ってます。で私が使っているこのハンドピースはですね、ダブルアクションとなっておりまして、こうやって押して引くタイプのやつなんです。このね、引き具合で塗料の出る量を調整できるっていうね、優れものなんですよ。グラデーション塗装とかもできちゃうし、キャンディー塗装のちょっと繊細な表現してみたいなとか、そういう時とかもね、あのすっごい使えるんですよ。このダブルアクション、繊細な表現したい方にはこのダブルアクション本当におすすめです。でね、私的にめっちゃ重要だなって思うのが、これはね、あのエアブラシに詳しい方にね、あのおすすめいただいて購入したんですけど、ここ分かりますか、このなんかこれがね、めっちゃ重要なんですよ。エアブラシとコンプレッサーの間にこういうね、ものを私挟み込んでるんですけど、これね、どういう役割かと言いますと、空気中にあるね、水分をここでね、絡み取ってくれるんですよ。中がね、見えるかな、中がちょっとこんな、あ、見えにくいね、なんか繊維みたいなのがね、いっぱい入ってるんですけど、ちょっと汚れてて見えにくいですね。このコンプレッサーから送られてくる空気中にある水分、これをここで絡め取ってもらわないと、あのハンドピースのね、先で水分が溜まってブシャッとね、塗料がね、なんか爆発したみたいな、なんかドバって一気に吹き出ちゃうみたいな、そんなことが起こるんですね。なのでこの水鳥くん、私この子名前わかんないんですけど、今お気に入りで使ってます。これ絶対いるなと思います。1時間とかね、エアブラシ使ってるとすっごい水溜まるんですよ、ここ。だから私定期的にこれ取り外して、中からね、水トントントンって出してでやってますね。それ以上にね、この水分との関係っていうのが大事なんですね。はい、これが私がいつも使っているコンプレッサーです。ウェーブさんのコンプレッサーでございますね。これめっちゃね、もう使いやすいんですよ。まあ、私がね、慣れてるっていうのもあるかもしれませんが、コンセントとエアブラシつないで電源オンにしてあげて、でね、あとはね、もうここでね、空気圧をマイナスとプラスでちょっとずつ調整してあげたら、もう、OK っていう、とってもね、簡単で使いやすいんですよ。そしてね、優秀です、本当に。空気圧がね、もうめっちゃ高いところまで出るんですよ。逆にすっごい弱くね、空気圧を下げることもできるんです。幅広くね、あの空気の圧を変えることができるので、繊細な表現ができるっていうね、とっても使いやすくて気に入ってます。かなりね、勢いよく空気を押し出すことができるので、本当にお気に入りです。
ヘアブラシで塗装するときにあったら便利だよっていうアイテムも紹介していきますね。今まあざーっと並んでるんですけどね。まずはね、これ結構知ってる方多いんじゃないですか。キムワイプ。ヘアブラシを洗浄した時の、まあお掃除の時にね、大活躍してくれます。こちらのね、キムワイプは、まあティッシュみたいなもんなんですけど、繊維がね、毛羽立ちにくいっていうね、やっぱりエアブラシにホコリとか細かな繊維とかがついちゃうと、それがね、詰まる原因になったりするので、そういうのがね、起きにくいキムワイプっていうのを使うのをおすすめいたします。ティッシュで拭くよりは絶対このキムワイプで拭いてあげた方がいいですよ。それとこのスポイト。スポイトね、これ100均とかで持ってんじゃないかな。これとってもね、安いの。このスポイトがあるとですね、塗料を取ったりとか、まあまた、エアブラシの洗浄の時に洗浄液をね流し込んだりする時にめっちゃね活躍してくれます。これはクリップですね。エアブラシ塗装した時にさ、塗装したてのパーツってさ、触れないじゃないですか。指紋がついちゃったりするかもっていうことで、そういう時にね、これでパーツを挟んであげます。そしてこれですね、この子にこう刺します。一本ずつねぶっ刺していきます。ということで、このねパーツを塗ってクリップに挟んで、そのクリップを刺すこの台みたいなのもあるとめっちゃ便利ですよ。はい、他にはね、こういうな、これ私なんだろう、綿棒みたいな、お掃除用の棒で私使ってるんですけど、エアブラシの中にね、塗料がね、もうこびりついて取れんわっていう時に、こういうね、お掃除用の棒とか、私は使い古した筆とかを使って、お掃除してあげます。もう本当に塗料がね、固まってね、なかなか取れない時あるんですよ。エアブラシのね、カップの中に。そういう時こういうの便利ですよ。で、あとは塗料を入れる用のカップですね。このカップの中に塗料を入れて、中でね、混色したりとかもするのに便利ですよ。で、この中でね、薄め液入れてあげて、エアブラシのカップに入れて塗装していくっていう感じですね。で、このカップはね、長い期間、こうやってちゃんと蓋しといてあげたら、保管もできるので、便利ですよ。はい。それともう一つ。ゴム手袋。塗装するときって手がめっちゃ汚れやすいんで、こういうゴム手袋することおすすめします。ね、ラッカー系の塗料とか使うとやっぱりね、肌につくのあんまり良くないんじゃないかなと思うので、こういうのね、おすすめします。100均とかでもね、これ売ってるんじゃないかな、こういうゴム手袋ってね。まあ結構ゴム手袋ってピンキリなんですよ。安いのもあれば、こんな値段なの?みたいな高いのも売ってるんですね。まあ、そこはね、皆さんにお任せいたしますなんですけど、私的にね、一つね、これ大事じゃないと思うポイントがあって、こういうゴム手袋って、パウダーがついてるのと、パウダーがついてないのってあるんですよ。このゴム手袋の表面に粉がね、ついてるやつがあるんですね。私はね、その粉がついてない方を選んで欲しいなって思うんですよ。やっぱりね、手袋についてる粉が知らず知らずに塗りたてのモデルに付着しちゃったってことあったんですよ、過去に私は。なので、これ箱の横とか見るとね、ちょっとこれ書いてるかな?これは書いてないけど。ちなみに、これはね、粉ついてるやつです。前にね、パウダーついてないやつがいいなと思ってて、もこれ何も書いてないし、ついてないかなと思って買ったらついてたってやつですね。うん。でも、せっかく買ったので使ってます。皆さんは、まあ、できれば粉がついてないのを選ばれるといいんじゃないかなと。まあ、これは私の意見ですけどね。私は思います。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。私がね、普段使っている道具はこんな感じです。で、エアブラシ塗装で、まあ、絶対にこれは揃えた方がいいっていうのが、まず塗装ブースですね。換気とかね、汚れ防止のためにも、やっぱ塗装ブースはいるよねって感じですよね。そして、エアブラシのハンドピース、エアブラシを動かすためのコンプレッサー。ね、ここめっちゃ重要。でね、私的重要ポイント、4つ目。それが、これ名前なんだっけって言ってた、コンプレッサーから出る空気の水を取ってくれる、フィルターくんですね。調べたら、何々フィルターみたいな名前だったので、フィルター。で、この4つはね、絶対に揃えた方がいいですね。これがね、一つでもかけると、塗装しにくくなる、もしくは塗装すらできないっていう感じになっちゃうんでね。で、これ以外のね、スポイトだったりとか、
まあ塗料入れるためのカップだったりとか、あと手袋とかね、まああの辺はまああった方がいいよっていう感じになってくるかなと思います。あのクリップなんかはねめっちゃ便利なんで超おすすめなんですけどね。ということでね、今回の動画は皆さんの参考になっていたらとても嬉しいなと思います。それでは高評価&チャンネル登録、そしてコメントいただけると嬉しいなと思います。じゃあ今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。